じゃあ、そういうことで、ちょっとね、不具合があって、本当に申し訳ありません。でもまあ、なんとか、梶川先生が、じゃあまあ、オンラインで、あるいはズームで、授業していただけたらとおっしゃったんで、こうして皆さんとお会いできることが、まあ、僕にとってはとても嬉しいですね。まあ、こうして、皆さんと出会えて、感謝します。来年はぜひともですね、顔と顔と合わせて皆さんとお会いできたら、そしてまた皆さんにと一緒に聖書を学べたらというふうに、まあ、思っております。今回はこれで我慢していただかなければなりません。でもいろいろご質問がありましたら、あるいはまたこんなふうにしていただくと分かりやすいというようなことがありましたら、その都度お伝えくださるようにお願いしたいと思いますね。で、まあ、僕はですね、まあ、ちょっと紹介をしますと、この皆さんが見ていらっしゃるこの教会を牧会してもう50年になりますね。で、私の息子が今年50歳になるんですけども、この町で生まれましたから、もう随分長い間、この伝道をこの小さな町でやってるんだと思います。この町は、熊本からですね、阿蘇に至る道のちょうど真ん中にありますね。人口は今3万2、3千人、小さな町です。でも、50年前にこの町に来た時には、わずかに1万6千人ぐらいの小さな町だったんですね。こんな小さな町で伝道ができるだろうかと思っていましたが、神様はですね、そこに中学生や高校生たちをたくさん送ってくださいまして、ほぼですね、初期の頃はそういう若者だけの教会でした。今50年も経ちますと、彼らがもう60をとうに過ぎているわけですね。まあ、こうして、まあ、教会は今も継続しています。そういうような中で、神様は僕にいろんなことを教えてくださいました。そうしたことをですね、できれば学院の若い皆さんに少しでもご紹介できたらと、こういうふうに思っているわけです。ですから、これから10回皆さんとお話をします。できれば、ここでのお話が皆さんの信仰にお役に立てばというふうに思います。まだですね、本当に皆さんの顔の表情がしっかり見えるわけではないので、話すときにやや緊張しますけれど、まあ、我慢して聞いていただきたいという思います。で、今回はですね、この主にイエス様についてと言いましょうか、福音書からイエス様がどういう方であり、どういうような宣教をなさり、どういうような影響をお与えになったかというようなことについて、まあ、お話をしたいというふうに、思っています。やはりキリスト教の中心はやっぱりイエス・キリストであると思いますね。で、この方がどんな方であったか、この方の影響がどういうものであったか、この方は何をなさったのか、そしてどういうことをお喜びになるのか、まあ、そういうことを皆さんと一緒に考えてみたいというふうに思っております。で、今日はですね、まあ、ある意味において、まあ、いつも、まあ、僕は1月に行くわけですけれども、年が始まって、なおそんなに経っておりません。そこで皆さんにですね、今日はこの1年の最初の時に、まあ、どういうようなことを考えればいいのかについてですね、学んでみたいというふうに思っております。で、まずですね、皆さんに、お送りした、紙があると思いますが、まあ、それはあまり見なくても、こちらをご覧になっていればいいと思います。まず、聖書をですね、3つだけ今日はまず紹介して、それからお話をしたいと思うんですが、第1は皆さんがよく知っているマタイによる福音書の第6章の33節。第2はマタイによる福音書の11章の28節。そしてもう1つはヨハネによる福音書の6章の37節ですね。まあ、これをちょっと読んでみたいと思います。読みます。だから神の国とその義とをまず第1に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。
第二番目の言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。そして最後にもう一つ。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。みんな皆さんがよくご存知の言葉ですね。まあ、私は思うんですが、まあ一年、まあこれから、ね、新しい年がこう始まっていきますね。皆さんにもそれぞれご自分の抱負があるだろうと思います。でもまあ多くの人々は考えますね。今年はどういうことを自分の目標にして生きようかとか、あるいは何を大切にして生きようか。去年はどちらかというと流されるという面もいくつかあったようだから、今年はもっとしっかりと方針をこの持って、そして考えを持って生きてみたい。まあ、こういうふうに考えられる方は多いというふうに思います。ですから、大体一年の初めっていうのはみんながですね、自分の方針とか、あるいはですね、心情と言いましょうかですね、何によって、この自分は生きるかというようなことを考える、まあ、そういうような時期だというふうに思います。で、まあ、そういうことで、皆さんはいかがですか？ご自分にですね、酔って立つところの心情とか、あるいは今年の方針みたいなものはもう心にお持ちでしょうか？まあ、そういうような心情を若い人はですね、果たして持っているかと、こういうふうに問いますと、最近ではそうでないようですね。私の孫が今年、この昨年大学に入りまして、今1年生なんですけども、この正月にこちらにですねやってきました。それでまあ聞いてみたんですね。君にはこの心情とか、あるいは自分が酔って立つもの、そういうしっかりした考え、そういったものは自分のうちに持っているのかと聞きますとですね、まあ彼女はですね、自分は高校時代になんとか受験に頑張らなくちゃいけないというぐらいの方針しかなかったというようなことを言っていました。で、最近の若い人たちの意識調査によりますと、まあ、あなたの心情は何ですかというふうに聞くとですね、大抵、まあ、趣味に合った暮らし方をするとか、平凡に暮らすとか、まあ、そういうものが 75% を占めて、社会のために自分を捧げていきたいというような願いは、わずかに 1.2% なのだそうですね。しかし、少しでも皆さん、内容があり、そして意味のある人生を生きたいというふうに思うならば、やはりですね、自分が酔って立つもの、つまり心情とか、あるいは何を大切にし、何に自分を捧げているかという、生きるかといった基本的な方針というのはやっぱり必要なんじゃないかというふうに思うんですね。そうでなければやっぱり、流されるままに生きてしまうかもしれません。実はですね、今からずいぶん前のことなんですけども、1929年ですね、ロンドン放送局がですね、世界に、まあ、有名な科学者や、あるいは芸術家、あるいはノーベル賞の受賞者たちにですね、それぞれの人生観を語ってもらい、それを放送しました。後にそれは私の心情という本で出版されたんですね。で、ロンドン放送局がこうした人たちに提出した質問はこうであったと言われています。まず、神と、まあ、とても大きな、ね、テーマですけど、神と宇宙と社会とについて、あなたはどういうような心情を持っていますかという大きな問いかけだったそうですね。その中で、まあ、皆さんがよく知っているアインシュタインはですね、こう答えていました。読んでみますとこうです。私たちはこの地上では、旅人のようなものです。ほんのつかの間の訪問のためにこの地球にやってきています。それがなぜであるかはわかりません。が、日々の生活という観点から言えば、確かにわかっていることが一つあります。それは人間は他の人々のためにこの地上に存在するということです。まあ、こういうふうに語っているのを読んでですね、この大科学者にしては、なんとこの心情っていうのは単純で、そしてまた分かりやすいものかと、まあ、僕は驚いたわけですね。
実はそれを真似て、日本である出版社が日本人の知識人たちにそれぞれの心情を書いてくれるように依頼しました。で、その出版社が提示した質問はこうであったんですね。あなたは自分の仕事と世の中のつながりについてどう考えていますか？この世で何を失いたくない、あるいは残しておきたいと考えていますか？まあ、こういうような質問だったんですね。で、それに対する答えはですね、まあ、立派な学者や、そういう人たちに尋ねたにもかかわらず、私には特に心情などはありませんとか、自由に生きているだけですとかですね、あるいはまあ、善良な平凡人たることが自分の目的です。というような答えで、まあ、全体的にですね、神とか宇宙についてとかいうような大きな視点から自分の心情を語っている人はほとんどいませんでしたね。多分日本人はですね、大げさな言葉を使うことがまあ嫌なので、もっと日常的な視点からそういうふうに答えたんだというふうには思いますけれども。でもですね、いかがでしょうか。私たちは、あるいは皆さんはですね、若い人もたくさんいますけれども、先のような質問に対してはですね、どうお答えになるでしょうか？あるいはお考えになったことがありますか？つまり、神について、宇宙について、あるいは自分の仕事と世の中のつながりについて、どうあなたは考えていますか？とかですね、またこの世で何を失いたくないと考えていますか？あるいは何はどうしても残しておきたいというふうに考えていますか、というふうに問われたらどうお答えになるでしょうかね。で、どれもこれは我々の生き方の根本を問う重大な質問のように思われます。で、まあ、こういうような一つのですね、心情とか生き方を問うわけですけれども、まあ、私たちにそういうような、何と言いましょうか、心情があるかなと思います。でも皆さんね、やっぱりこれから若い人もたくさんいますけれども、自分の人生をしっかり生きようと思うならば、そういうような自分の心情は何なのかな。何よって自分はこの人生を生きていこうとしているかっていうのは時々立ち止まってお考えになるといいと思いますね。で、この大洲からですね、ちょっと離れたところに西原村っていうとっても小さな村があります。で、人口はわずか6,600人ぐらいですね。本当に小さな村なんです。そこに小さな本屋さんがあります。竹とんぼという名前の本屋さんなんですけども、売り場面積はですね、10坪ぐらい、本当に狭い売り場ですね。で、ところがですね、そんな小さな本屋さんにもかかわらず、やっぱり子どものために良い本を求めてですね、熊本県だけではなくて、福岡県や他の県からもですね、そこへ本を買いに来る人がいるということで大変注目されました。それでその本屋のことが新聞でも紹介されたんですね。それで、この新聞記者がですね、質問しましたですね、どうして人々がこんな小さな本屋さんに来るんですか？どうしてこんな小さな本屋さんの経営が成り立っているんですか？というふうに聞きますと、その店の主人が言いました。この店を始めた時に私たちの方針は一つでした。それは売れる本よりもいいと思う本を売る、売れる本よりもいいと思う本を売る、この心情を誰が何と言おうが譲らずにやってきました。その結果、あそこに行けば間違いなく子供のためにいい本に出会える、良書に出会えるという人が一定数できました。それが良かったんだと思います、というふうに答えておられたんですね。こういうことを聞きますときに、やはり何をやるんでも、やっぱりその人がしっかりとした方針とか心情を持っていることは大切なんだな、というふうに思いましたね。で、皆さん、我々が一つの方針を持つ、信条を持つっていうことはどういうことかと言いますと、それは自分の限られた人生で何をし、何をしないかを決めることです。あるいは何を求め、何を求めないか、何に従い、
何には従わないか、あるいは何を愛し、何は愛さないか、こういうような決断をすること、これがですね、一つ私たちの方針であり、この決断がですね、しばしば私たちの未来を大きく変えるんだというふうに思いますね。皆さんにとってもですね、しっかりした決断、ある方針に従った決断、これが必ず未来を作っていきます。まあ、ご存知のようにですね、大きな決断をした人で、ルツという人が旧約聖書に出てきますよね。で、ルツの義理の母はナオミと言いました。で、彼女は大変不幸な女性でですね、夫を亡くし、そして自分のこの子供もですね、息子たちも亡くしました。残ったのは息子の嫁たちでありました。ですから嫁たちに言ったんですね。あなた方まだ若いから、この町に、この村に残って、この国に残って、できればですね、この良い方と出会って、再婚して、新しい家庭を築きなさい。私は不幸な女性だから、自分の故郷であるベツレヘムに戻りますというふうにナオミが言いますと、その嫁の一人であるルツはですね、どうしてそんなことをおっしゃるんですかと言いました。私はあなたについていきます。ですね、ここに、いてこのあなたから離れなさいとおっしゃらないでくださいと言いましたね。そして彼女はこう言ったんですね。あなたを置いてどうして自分の幸せだけを私が求めることができましょうか。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。私はあなたについていきますという強い決意を示しましたね。その決心が固いのを見て、ナオミはですね、ルツと共にベツレヘムへと向かうわけですね。でもその道は、ルツにとってはとてもですね、まあ、楽な道とは言えない、この道でありました。ベツレヘムに着きますとですね、やはりナオミは貧しい。そこでルツは落ち穂拾いをしながら、義理の母のナオミを養うわけですね。しかしながら、いかがでしょうか、このルツの決意がですね、やがて彼女の未来を開くことを私たちは聖書を読んで知っています。ご存知のように、彼女のですね、勤勉な労働が目に留まりまして、裕福なボアズとの出会いが与えられます。その結果、なんと彼女は、後の偉大なイスラエルの王ダビデの祖母となり、さらにはイエス・キリストの先祖となるわけですね。一つの信念、あるいはそれに基づくところの決断が人をどこへ導くかっていうのはですね、これは長い歴史を経てみないとわからない。ですから皆さんが自分の人生の中で、必ずしもそれが得とは思えなくても、自分の信条に従って一つの決断をするならば、それが皆さんの人生をどこに導くかというのは、これは私たちの想像をはるかに超えるものであるかもしれないというふうに思いますね。ですからぜひ今年ですね、皆さんは良い決断をしていただきたいなと思います。いつだかですね、そういうことを皆さんの学校でお話ししたときにですね、学生の一人から質問を受けたことがありますね。彼はこう質問しました。決心することの大切さは分かりました。しかしながら私は何事も三日坊主なんです。まだやろうとしてもできなくて、またダメだったと落胆して自分を責めることが多いんです。どうしたら決めたことをやり通すことができますかという質問をですね、この皆さんの中のですね、ある学生からかつて受けたことがありましたね。そこでですね、私は信念の決意というですね、この国戸部稲造という人の書いた文章をその時紹介してあげたことを思い起こしますね。その言葉はですね、こうです。で、信念はとりわけ良い決意を新たにするにふさわしい時である。信念の決意が何度も行われ、何度も破られたからといって、それをあざけり笑わないでほしい。親愛なる友よ、諸君の去年の決意が何の実をも結ばなかったとしても、気にしたような、その決意はここでは目にも見えず知られもしないけれど、どこかで何かの実を結んでいるのは確かなと信じたまえ。人間は何とも惨めな存在だから、今日を決心して明日をそれを破るのである。正直な決意はすべてどんなに短くしか続かないとしても、道徳的、正確に、
何らかの刻印を残すのだ。人生航路で10回つまずくなら、10回起き上がりすればよい。それだけのことだ。というふうに言っています。これは大変で、この励ましになると思いますね。まあ、そこでですね、まあ、じゃあ我々は、どういうようなですね、この心情を持ったらいいのか、どういうような方針を持って、この人生を生きたらいいのか、というように皆さんが問いかけられるならばですね、もうすでに今から2000年前に人類の教師であるイエス様がですね、私たち人類に向かってこの方針を持って生きなさいということははっきりと言われているわけですね。で、それが先ほど読んだ言葉ですね、イエス様が私たちに求められている方針の第一は、まず神の国とその義とを第一に求めなさい。これがですね、2000年来イエス様が私たちに語りかけておられるところの一つの、何て言いましょうか、信条ですね。で、もし私たちがこの方を第一にするならば、すべてのことが添えて与えられるという約束がついています。他のことは心配しなくてもいい。このことを第一にやってごらんなさい。あなたの人生において、あなたが心配しているもの、健康であれ、経済であれ、あるいは仕事であれ、様々な不安があるとするならば、そうしたものはすべて添えて与えられる。しかしながら、まず神の国と神の義とを、ね、求めなさい。これがですね、不動の方針ですね。で、この方を我々は大事にするということはどういうことか。皆さんがよし知っているヨシュアというですね、人は、ある時イスラエルのためにこう言ったとあります。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、自由にどれでも選ぶがよい。しかし、私と私の家とは主に仕える。これがですね、ヨシュアの決断でしたね。素晴らしい決断だと思いますね。人はどうかは知らない。しかし、私と私の家とは主に仕える。この決意がですね、僕はやっぱり神様を第一にすることだというふうに思いますね。まあ、こうしてですね、もし私たちがこの方を第一にするならば、このそれに加えてこれらのものは全部与えられるだろうというイエス様の約束は成就されるのではないかというふうに思いますね。まあ、そういうような一つの方針がここで言われています。 でもですね、私たちは何とかこうやって今年は神を第一に生きたいとこういうふうに思います。で、そういうふうに始めてもなかなかうまくいかない時がありますね。失敗します。で、そういう時に次の信条ですね、もう一つの信条が先ほど読んだものですね。これも実は忘れないでほしいわけです。もし皆さんが失敗したら常にこの言葉に戻ってほしいと思いますね。これも有名な言葉です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなたのことを休ませますと言ってくださいました。言い換えれば、皆さんが失敗したとき、疲れたとき、どうしていいかわからないときですね、そして何度決意しても自分はダメだなと思ってしまうとき、もしそのときどこへ行くべきかということもですね、一つの大きな方針です。で、それはどういうときにでもイエス様に帰るということです。そういうふうにイエス様は招いておいでになりますですね。あなた疲れていますか、落胆していますか、あるいは重荷に打ちひしがれていますか、それならなぜ私のところに戻ってきませんか。これがですね、イエス様の招きです。ですから、自分の心の中に私たち一つの方針を立てます。どんな時にも帰るならばイエス様のところに帰ろう。で、このことをですね、皆さんの人生の方針になさるならば、その報いは非常に大きいというふうに思いますね。この2000年来
この招きの言葉によってですね、人生を取り戻した人、自分を癒した人はもうおびただしい数になるだろうというふうに思いますね。ですから賛美歌にもですね、イエス様に帰れという賛美歌はとても多いです。ご存知の歌はですね、我に来よとイエス君はという歌がありますね。我に来よとイエス君は優しき声を慣れに変えて今もなお待ちわびたのとあります。来よう来よう疲れたる者、イエスは愛の手をまのぐ、とくイエスに来よう、というふうに賛美歌がありますが、帰るなら私に帰れというような言葉は旧約聖書の中にもですね、本当にたくさん書かれていますね。ですから私たちはですね、自分がダメだなと思った時は、あるいは落胆した時は、あるいはこれから何をしたらいいかわからないと思った時には、ぜひともですね、この言葉を思い出してイエスに帰ろう、こういうふうに思っていただくといいなというふうに思いますね。これが第2番目の我々が持つべき方針だと思いますね。で、こういうような主の招きについて考えますときに思い出す人がいるんですけれども、今彼女はですねアメリカにいますけれども、かつてですね私たちの教会に来ていました。もう中学生の頃から教会に来てとても熱心な子だったんですけども、彼女はですね、一つだけ大きな心の悩みがあった。それは何かっていうとですね、お父さんが離婚なさって再婚された。小学校1年生の時ですね。で、2度目のお母さんが来たんですけども、このお母さんも彼女はね、どうしても愛することができなかったんですね。それで心の中で、いつも辛い気持ちでいました。そういう中で教会にやってきました。もう熱心にやってきましたし、聖書もよく読みましたし、勉強もよくできる子でしたね。で、洗礼も受けました。喜びにあふれておったんですけども、いつの頃からかだん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 暗い顔をするようになりましたね。それはですね、教会に来ればいつもね、そういう説教をいつも誰かがやってるわけではなかったんですけれども、あなたの2番目の母を愛しなさいといつも言われる。そしてそういうふうに言われているように感じて、心の中で私はできないできないというふうにね、叫び始める。とうとうですね、教会に行けばあなたの母を愛しなさいというふうに言われると、そうするともう苦しくなって、とうとうですね、彼女は教会に来なくなりましたね。そして、まあ、大学に進み、それから大学を卒業したらですね、長崎の佐世保に国語の先生として赴任していきました。で、僕はですね、まあ、ずっと彼女に手法を送ったり手紙を書いたりしていたんですけれども、だんだん彼女はですね、教会から手法が送られてくる、手紙が来ることが煩わしくなりましたね。そしてこの米村さんからもう手紙をもらうのがもう苦しいと思うようになって、なんとかしてこの手紙から逃れたいと思ったんですね。もう教会もない、そしてまたキリスト教についても聞かない、そしてまた教会からの手紙も届かないようなところに私は行きたいと彼女は思ったんですね。その時思いついたのが、今からこれは何十年も前のことですけれども、思いついたのが、そうだ、中国へ行こうと思ったんですね。中国は共産国だ、ね、共産主義の国だ、そこへ行けばもう神様のことなんて聞けないはずだ。それで彼女はですね、この中国のある大学が日本語の先生を募集していましたので、それに応募して合格して中国へと渡っていったんですよ。これでも手紙は届かない。で、僕はもちろん中国の住所はもらえませんでしたから、で、その後、ね、彼女との交流は途絶えておったんですね。でも彼女は中国へ行って、そして中国の大学で学生たちに日本語を教える。で、彼女の住まいはですね、外国人ばかりが住む、この外国人の教師館に住むことになったんですね。当然そこにはですね、日本語を教える人だけではなくて、英語を教えたり、フランス語を教えたりする先生方が、この外国から来てるわけですね。で、何人も英語の先生がいました。
で、ついやっぱり外国人の教師館でしたら、そういう外国人たちとの交流があって、このお話をしたりするようになった。で、するとある時に、しおりってその子は言うんですけど、私たち時々集まってこの集会をしてるんだけど、来ない？とこういうふうに言われたんですね。それでもう友達になったので断れなくてそこへ行きましたらびっくりしたんですけど、そのアメリカ人教師たち、あるいはイギリスから来てる教師たち、みんな実はクリスチャンで、当時宣教師として、まあ中国に行くことができないので、彼らはこの教師としてやってきて、そしてこっそりと学生たちに、まあ、キリスト教を伝えている人たちだったんですね。でもうその時彼女は衝撃を受けました。私ももうキリスト教なんてね、もう聞けないところへ、いくつもで中国に来た時に来たのに、自分の隣の部屋にはアメリカ人がいて、またその隣もアメリカ人がいて、みんなクリスチャンで、という時にね、もうとても彼女はもう衝撃を受けてですね、もう彼らとは交わりをしないとこういうふうに思ったんですね。それで彼女はですね、日本人でたくさん留学している当時、学生がいましたので、彼らとの交流を求めていきました。そしたら友達になりました。で、ある時彼らもですね、しおり、私たちの集まりに来ない？とこういうふうに言われたんです。行ってみると、それもまたね、日本人ばっかりなんですけども、みんなクリスチャンの集まりだったんですよ。彼らもですね、なんとかイエス様を伝えたいと思って、学生として中国の大学に入って、そして福音を伝えていこうとする人たちだったんですね。こうしてね、彼女はもう学生たちや教師たちを見てもクリスチャンだし、学生たちのことを言ってもクリスチャンですね。もうその時ですね、彼女は行き詰まりましたね。そうしてですね、自分はですね、中国に行きさえすれば神様から離れられると思ったところに、のにこんなところにまでですね、神様はクリスチャンを送って私に語ろうとしてくださる。それでとうとう彼女はね、泣き崩れてしまいましたね。そしてもう神様の愛がですね、彼女を砕いてしまったんですね。で、そんな時にいきなり僕に電話がありました。そしてですね、大きな声で、しおりです、しおりですって、わーと泣き出すのでね、一体誰なんだろうとこういうふうに思ったんですね。そしたら彼女はですね、もう泣きながらですね、神様は私をね、この捕らえて離しません。いくら逃げても逃げても神様は私を追いかけてきます。私はもうこの神様のに戻るより他に私の道はありませんって言って大声で泣くんですね。まあそういうわけでですね、彼女はですね、帰るなら本当に神様に帰らなければならないものなんだなということは彼女は分かったということで、彼女はですね、まあ、そこで日本人の学生たちにですね、から伝道されていたんですけども、正直に自分を告白しました。私は本当はクリスチャンなんです。そしてまた洗礼を受けたものなんです。で、そこで私はですね、もう日本に帰りますというとね、その日本人の学生たちを親切にですね、日本に帰ったら教会を教えてあげましょうと調べたりしてくれたんですよ、とうとう告白して、実は私はですね、帰るべき教会がもうあるんですと言って、彼女はですね、帰ってきました。で、そして帰ってきて、しばらく私たちの教会で奉仕した後、今度は宣教師として中国に渡っていきましたね。ですから、そういう人たちを見るときにですね、本当に、なんて言いましょうか、この帰るべきところは、これはですね、これはイエス様以外ないんだ、ですね。で、どれぐらいイエス様は私たちの帰りを待ちわびておいでになるかということをですね、まあ、つくづく思います。ですから皆さんですね、私たちは逃げようとしてもイエス様の愛から逃げることはできません。ですからイエス様の招きはとにかく私に帰れということです。どうぞ皆さんですね、自分が落胆してどうしていいかわからないときに、どこへ帰るべきか、一つの方針です。私はどんな時にもイエスに帰るという方針を持っておいでになるならば、必ず皆さんの道は開けるだろうというふうに思いますね。で、こうしてですね、神様は私たちの帰りをイエス様はね、待ちわびておいでになります。そして最後にもう一つの言葉をですね、皆さんに紹介したい。もし皆さんが、
ですね、神の国と神の義とを求めるという方針を第一にだけ、それにつまずき疲れそして倒れることがあっても第二番目の方針ですね、たとえですね、どんなことがあってもイエスに変えるという第二の方針を持たれるならば、それについて大きな約束があります。それは何かというと第三番目の言葉ですね、読みましょう。そして私のところに来るものを私は決して捨てません、別の訳では私のところに来るものを私は決して拒まない、で私はあなたに対して決してノーとは言いませんということですね。これは素晴らしい慰めに満ちた言葉だと思います。皆さんがイエス様のところに戻ろうとされて、イエス様がそれを拒絶なさることは決してない、これがイエス様の声です。私はあなたを拒まないということですね、ノーと言わないということなんですよね。実はですね、今年の元旦にですね、妻が朝起きて言いました。最初に言った言葉がこうですね、お願いがありますって言いました。今年はあなたに約束してもらいたいって言ったんですよ。どんな約束だろうと思って、どうか私にノーと言わないでくださいとこういうふうに言われたんですね。で、私にノーと言わないで、もし私が何か提案したら、ね、でもねとか、だけどとかしかしだとか言わないで、まずそうだねと肯定してほしいとこういうふうに言われたんですね。僕はそれを聞いてですね、いかに私たちはですね、人々に対してですね、ついにいつも違った意見を述べて、そうではないこうではないと相手を否定する言葉をね、たくさん語っているんだなということを思ったんですよね。私たちもどうでしょうか。皆さんもですね、多くの人々がですね、自分が拒絶されるというような傷を負っているのかもしれないですね。しかしながら僕はね、このイエス様のもう慰めに満ちた言葉は、私は決してあなたを否定しないということなんです。私はあなたを拒まないということですね。で、この言葉がどれぐらい多くの人々を慰めてきたかというふうに思いますね。ですからイエス様だけはですね、私たちを拒絶せず、こうして私たちを必ず癒してくださいます。で、こうしたイエス様の言葉をですね、三沢さん思い浮かべてですね、今年歩んでいただけたらというふうに思います。ですからイエスはですね、どんな時も皆さんにおっしゃいます。私はあなたを拒まない。私はあなたを捨てない。そしてあなたを拒絶しない。これがですね、本当に慰めに満ちたイエス様のお招きの言葉だというふうに思いますね。で、私もですね、こうしたイエス様のお招きの言葉に従って今年一年は歩んでみたいとこういうふうに思いながらおります。できれば今日のこの言葉をですね、今年の皆さんの方針の一つにしていただけたらと思いまして、ここからお話をさせていただきました。まあ、最初の授業でですね、こうやって、このまだはっきりと表情が見えない中でお話するのはちょっと辛いですけれども、いかがでしたか。聞こえましたか。大丈夫でしたか。はい、じゃあまあこういうことをね、実感を皆さん聞かないといけないから大変だと思うけど、忍耐強くやっていただきたいと思います。で、まあ、あともう少し時間があります。まあ質問しますけど、2年前に僕との授業を受けたことのある方は何人ぐらいいらっしゃるの。手を挙げてくださいますか。あ、何人か、ね、あ、5人ぐらいいらっしゃるんですね。はい、懐かしいです。どうもまたよろしくお願いします。来年行くと思いますがお会いできないかもしれませんね。はい、まあそういうことで、これからあと9回の授業がありますけれども、できるだけ皆さんにとって有益なものであるように、努力をしたいというふうに思いますね。で、まあ、今回行けませんでしたので、皆さんにお詫びとしてですね、僕の書いた本を送りたいなというふうに思ってるんですけれども、僕の本をもう持っている人を手を挙げてください。何人かですね。で、その人、自分の持ってない本をあげたいと思いますけれども、例えば、
見えますかね。見える？見えますか？はい、孤独と出会いという本ですね。それから宝は天にという本ですね。見えます？はい。はい、宝は天に、はい。それからこれはですね、地の塩という三条の説教です。そしてこれは幸福論ですね。はい。そして健やかな人生、これ実感についてのお話なんですね。それと急がずに休まずに、これは2年前にですね、皆さんにお送りした後の一人一人に、はい。そしてこの本、愛と許しっていうのがあります。で、あの教会の、あ、ごめんなさい、その学院の図書館にね、大体僕の本置いてあるんですけど、初めの3冊はもうあのありません。今あるのはこれだけです。残ってるのはね、で欲しい本がありましたら、まああのというか学生であの書いていただいたらば、まあそれを全部で20何人ですか、20人ぐらいね、これ名前を見ると20人ぐらいですけども、お送りしたいというふうに思います。そしてぜひ、いいですか。20人ですね。20人は20人になります。はい、はい、じゃあそう、あの皆さんもし書いて、あのメールで結城さんを通して知らせていただいたら、その本をお送りしたいというふうに思いますね。はい、ちょっと早めに終わりましたけど大丈夫ですか。じゃあ一言お祈りをして最初の授業を終わらせていただきたいというふうに思いますね。じゃあ一言お祈りします。天の父なる神様、今日こうして初めての試みでこのズームを通して皆さんと授業をしましたが、分かりにくい点もたくさんあるかと思いますけれども、どうぞこの時間をあなたが祝福してくださって、主の恵みが学生の皆さん一人一人にありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、すいません、少し早めですけども、とりあえずこれで最初の授業を終わりたいと思います。今度は10時半からです。30分ありますけど、はい、はい。